きっともっと京都を好きになる楽を旅にする楽旅はい皆さんこんばんは。 楽旅若村です。さあ、本日は10月の26日水曜日です。午後の8時になりました。今日は1時間遅れ。先ほどまでお茶の稽古がありましたので、1時間遅らせていただきまして、午後の8時になりました。さあ、本日もほぼほぼ毎日配信しています。タビ通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。 本日もスタートしたいと思います拍手さあ夜になりましてだいぶひんやりと外が涼しく冷たくなってきました京町屋の中もこのねテーブルが冷たいもう触るものすべてが冷たくなってきましたただ皆さん拍手 今日から実は、私たちラフ旅京町屋には、お湯が出るようになりました拍手 <laughs> お湯が出るようになったんですよ。あのー、これまでね、まあ皆さん信じられないかもしれませんが、この寒い京町屋で、真冬でも水で洗い物してたんですよ。で、この京町屋は、まあ一応文化財ということもありまして、ガス管、ガスは入り口まで来てるんですけど、 建物の中までは今いいてないんですで昔はおそらく、まあ、給湯器などあったんだと思いますけれども私たちがここに入った時点ではもうお湯を作るものが何もなくて真冬でも水で全部洗い物をしてたんですよ。でお茶のお稽古もしてますから洗い物がね冬は冷たくても手がね感覚がなくなるような時もあって。 で修学旅行などで30人、50人、100人この京町屋にお越しいただいてお茶とかお菓子を出しますともうその数だけ洗わないといけないわけでまあ冷たい、冷たい水まあこれもね京都の冬の寒さを体感するにはあの水の冷たさも大切なんだとは思いますけれどもまあとにかくねゴム手袋をしてなんとかしのいでいたんですよ。それが なんと拍手電気温水器が入りました、エコキュート、そうなんです、今はエコの時代ですから、こういう給湯器もエコ、エコキュートがありまして、今日午後1時から5時間かけて工事を行っていただきまして、ようやくこのラクタビ京町屋にお湯が出るようになったんです。ということで、今日早速、先ほど、 お茶のお稽古をさせていただいたんですけれども、もう率先して私、洗いました。もう、あったかいお湯が出ますから、いや、もう全然洗いますよ。ということでね、あの、洗い物をね、させていただきましてね、まあ、今までのあの冷たさがどこへ行ったのやらというぐらい、本当に快適なエコキュートでした。 もうこんなことならもっと早く入れておけばよかったかなと思ったんですけれどもまあまあねそれはタイミングというのがありますから、まあ、今回ご縁がありましてねなんと給湯器が入りましてね結構私たちはねお風呂には入らないのでこの京町屋ではそれほど大型のエコキュートがいらなかったんですよなのでなんか当初ねこの京町屋に入る時にもし 温水器を入れるんだったらまず電気ですと、ガスが来てませんから電気ですと、で以前入っていた時には、確か6、70万の、ね、大型の温水器が入っていたとお伺いしてまして、まあ、それはお風呂も使うなど、この建物全体で一般の生活として入れていたので、大型のものが入っていたようなんですが、よく考えたら私たちは、 お台所の流しだけなんですよでね今回入れたエコキュートはねもう高さこれぐらい幅これぐらい奥行きこれぐらいですから <laughs> 本当にあの昔のパソコンの本体ぐらいそれぐらいの大きさのエコキュートなんですよ。あんなに今小さくて冬、まあ、幸せなお湯が出るというねまあ今回 今日先ほど工事が終わりましてね早速お茶のお稽古で使ったお道具類をですね表していただいたんですけれどもまあ本当にお湯1つでこんなに幸せになれるのかと <laughs> いうことでねまあ楽旅京町屋も日々進化していますからまあそういう意味ではね今日から温水が出るという京町屋になりましたのでぜひあのこのこ楽旅京町屋は貸子会場としても皆様にいろんなイベント 例えば結婚式の家族での披露宴とか両家の顔合わ,わせまたはお茶の先生方のここでお弟子さんの皆様の内々でのお茶会でもいいですしもちろん広く、ね、お茶会を開いていただいてもまたいろんな会社さんの公式の会議イベントなどでも使っていただきますのでぜひその時ねお湯が出ますからもう、はい、冷たさにも何のその。 あったかいお湯で洗い物もできますからねお茶会などもぜひあの皆様で開いていただきましてこの楽旅京町屋をね活用いただいたらと思いますさて皆さんねおそらくもう土日土曜日曜京都はかなり観光の方でにぎわっています先週末の土曜日曜も京都駅は大にぎわいで地下鉄もかなりたくさんの人がいましてね皆さんもう だいぶね今、活動的にね、ね以前の、まあ、行動がねだいぶ戻ってきました。それの影響か、なかなか皆さん、ぜひお申し込みください、これ。いよいよ今週末です。10月の30日の日曜日、夜の7時半からオンラインで全国どこでも見逃し配信でいつでも見ていただくことができます。忍者会議 伊賀高貨の忍者の歴史について深掘りをしながら、滋賀県、三重県の伊賀高貨のいろんなですね、忍者ゆかりのスポットもご紹介していきます。そして、グルメも皆さんが日本遺産に指定されたんです。伊賀高貨。そして、来年の大河ドラマ、どうする家康の伊賀越えという、まあ、そんな物語でも大変重要な情報が入ってきますので、 ぜひ皆さんお申し込みをいただきまして、またリンクを貼っておきますので、ギリギリまで皆様のご参加お待ちしております。募集期限をちょっと伸ばしていますので、ぜひ皆様、10月の30日、いよいよ今週末ですね、忍者の真の姿を知る者は少ない。忍者会議開かれますので、ぜひ皆様お申し込みをお待ちしております。お待ちしております。お待ちしてます。はい。お待ちしてます。 さあ、それでは、今日ちょっと旅へ。本日も、どこかのお寺、どこかの神社へとトークで旅をしてみたいと思います。さて、恒例となりますが、この箱の中にはたくさんの、たくさんといってもね、まだ作ってる途中で、まだあんまり入ってないんですが、もうどんどん足していきます。お寺神社の名前が書かれています。 そのくじを引くことによって本日のトークテーマを決めてみたいと思います。それではいきます。くじ取り式です。いきますよ。さあ、もう私にとってはドキドキの瞬間で本当に種も仕掛けもなく何が出るか分かりませんので出たその瞬間にそのお寺神社文化財のお話をします。いきます。下の方からあ,あ、ちょっと重なってますね。 これの外側いきます、外側。はい。こちら。こちらを本日のトークテーマとしてみたいと思います。それでは続きまして、このくじの中身を改めます。くじ改めです。まずは私が中身を確認しまして、どんな内容か皆様にヒントを一つ、二つ、三つと出していきたいと思います。皆さんはそのヒントを聞きながら、 あそこのお寺かないや、あそこの神社じゃないかななどぜひ考えながら聞いていただきたいと思います。京都検定1級の方はシャ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 と漢字でお寺の名前文化財歴史上の人物漢字で書けるかどうか筆記試験対策にも使っていただきたいと思います。ささあ皆さん どれぐらい教頭を知っているか腕試しをしていただきたいと思います。それではいきます。九字改めです。来ますよ。本日のトークテーマは何でしょうか。なるほど。これはちょっとね難しいと思います。 一言一句ぴたり合うことはちょっと難しいと思いますがただね過去のライブ配信でお寺の名前はもう出ていますからその時にこのお話もしたんじゃないかなそのお寺にあるある伝説を秘めた院院です。 はんこのことですその因は今皆様にお寺様が本堂の中左手の事務所の方で授与できるようになっています。そのお寺は間もなく 一年で一番大きな法要が営まれるお寺で11月の5日から15日にかけて10日間ご本尊阿弥陀如来様に昼夜問わずに念仏を唱えるというある伝統行事が営まれます。そのお寺にある 実はご本尊、10日間の最終日、11月の15日のみ、扉が開いて、ご本尊様ご会長という、1年に1日だけのご会長なんですが、その日、そのご本尊様を拝んだ時に、向かって左側に、この印鑑を、あるところから、 持ち帰ったという人物ゆかりのお不動様が祀られているんです。さあ、そのお寺の名前と、ある人物があの世から持って帰ってきたという印鑑。さあ、これね、この印鑑の名前はね、なかなかドンピシャと会う人は少ないと思いますが、まあ、大体で結構です。皆さん 分かりましたかそうです本日のトークテーマはこちらになりますこれからもみじも美しくなります11月5日から10日間にわたりまして1十日十夜別寺念仏へという阿弥陀様に念仏を唱える伝統行事が行われます正式名称新章極楽寺通称新与堂にある阿部の生命ゆかりの 決定王の秘印ですさあ分かりましたかこれ全部決定王の秘印全部そのままどんぴしゃあった人は多分いないと思いますがなんとなく阿倍の生命の因これで大丈夫ですさてまず新女堂と言いますと京都市左京区。 京都大学があって、吉田神社、吉田山、そこから神楽らへこて、新女堂、南には今回光明寺、さらに東へ行くと、哲学の道、銀閣寺などへと通じていく。その道すがらに、新女堂という春は桜、秋は紅葉のお寺があります。今から千年ほど前に、 比叡山の阿弥陀様を町中に移し京都市内にお祭りをされたところにお寺は転々として江戸時代に再び元,元の地に戻り阿弥陀様をご本尊として正真正銘の極楽浄土があるということで正式名称「新昭極楽寺」通称「 信如堂と呼ばれてきたんですこの信如堂は本尊阿弥陀如来これはね何阿弥陀と言われてますかそうです頷きの御座比叡山三代雑であります自覚大師円仁が彫ったというそして 女人主語を願うと、うん、うんと頷いたことから、うなずきの身だと称されています。そのうなずきの身だが、一年に一度、十一月の十五日、ご開帳となります。これは、五日から十五日までの十日間に、十日十夜、十日間にわたって、夜も昼も、十日十夜、夜です。 別寺念仏へと言いまして何枚だ何枚だという念仏を唱えるという重要儀式なんですその最終日十一月の十五日に扉が開いて阿弥陀様御会長となるんですが阿弥陀様に向かって右手には天台宗祖最長自ら刻んだという千樹観音が祀られ一方向かって左側には 阿弥陀様の右皆さんから見て向かって左こちらに阿部の生命ゆかりのお不動様が祀られるんです。そのお不動様が、阿部の生命の念次物、常に阿部の生命がこう願いをかけていたお不動様と言われまして、そのなぜ安倍の生命がこの信賞極楽寺とゆかりがあるかというと菩提寺。 ボダイが弔られているそうなんですそのゆえんがあって安倍晴明は若い頃にちょっと病が重くなりましてコロッとあの世に旅立ちますしかし閻魔様目の前に来た安倍晴明を前に「そちはまだここに来る予定ではないもう一度生き返ってこの世に戻りなさい」 しかしまあ、ここまで来たんだからということで、閻魔様は印鑑を授けて、安倍の生命をこの世に生きとし生けるものの世界に返したそうなんです。はっと安倍の生命気づくと、その閻魔様から賜ったという印鑑を持っていたと言いまして、実はこの印鑑を、今現在お寺さんでは、御朱印のような まあお札として印鑑をして皆様に授けられておられましてこの印鑑が決定往生の品といいましてつまりそれをもって皆さんがあの世に旅立った時に閻魔様の前を通過できて必ず極楽に行ける閻魔様は天国行きか地獄行きかを沙汰する裁判所の裁判官ですから皆様の この世での一挙手一投足に罪があれば地獄に落としなければ天国へ送るという、まあ、まさに天国地獄の分かれ目閻魔の朝の朝なんですねその閻魔様の前ですっと極楽に行けるそんな秘密の印鑑こそ安倍生命が閻魔様から賜ったという印鑑でその印を持って皆さんが閻魔様に行くと。 天国行き <laughs> という感じなんです。王女が決定してるんです、極楽への。行って生きるね。極楽に行って生きる。王女が決定するという印鑑があってね。まあ、詳しく言うと、どうもね、閻魔様の持ち物の情張りの鏡という鏡があってね。その鏡には皆さんの生前の悪い行いが映るんです。ほら、お前はこんな罪を犯したれないか。 ビデオプロジェクターのように動画が流れるんですよでこの決定王女の品を持って閻魔様のとこに行くとその「情張りの鏡」というビデオプロジェクターの電源が入らないのでまあ天国行きとなるわけなんです。ということでこの印鑑を持って皆様も旅立てば 必ず極楽にくことができるということになります決定王朝の品ということになりますのでぜひ皆様これから新女堂は秋もみじが大変美しくなりますそして11月の5日から10日間にわたりまして10日10夜別次念仏映が行われ最終日の11月の15日には御開帳阿弥陀様最長自ら刻んだ千住観音と 安倍の生命の念仏のお不動様がね、ご開帳しますので、ぜひ皆様、一応ね、ホームページをちょっと確認いただきましてね、まあ、コロナの影響がまだありますので、確認をいただきまして、お出かけをね、いただければと思います。お重屋法要に欠かせない食べ物が、お重屋がゆ。夜も念仏を唱えますから、 小腹が空いて、でも、胃腸に夜食べるのは悪いですから、柔らかく炊いたお米、つまり、お重や、お重や、おじや、おじやといいまして、我々ちょっと病気になったときによくおじやを食べますけれども、柔らかく炊いたあのお米、お重やがゆという、この十日十夜、別次念仏への夜に供された、柔らかく炊いたご飯これを、 お重野貝と言いまして、おじい屋になったという説もあるんですね。お重野貝もお寺の境内で振る舞われて、またはお持ち帰りが例年ですとできますので、ぜひね、そのあたりもまた味わっていただきたいと思います。はい、ということで、本日は新女道決定王女の品についてお届けしました。ということで、本日のトークは、 ここまままでとなりますす、はい、さあ夜も8時半夜が更けてきます皆さんもねゆっくりとこの秋の夜長歴史の本を読んで私ね大河ドラマの録画がまだ結構たまってますんでね頑張って日々見てるんですけどもどうしてもねなかなか日曜日の夜が公演の依頼とかいろんなこうイベントがありますからね ドンピシャライブでで見えてないんですよねどうしても溜まっていくなんとか追いつきたいと思います。はいということで心にハートに元気をチャージする「合言葉で締めくくりますさあ皆さん合言葉はきっともっと京都を好きになるこの好きになると徳川皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って。 今日も京都からたくさんの元気をお届けします皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思いますそれではいきますきっともっと京都を好きになるということで本日は午後の 8時からお届けしました楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ明日はちょっと1時間戻しまして夜の7時19時からお届けする予定ですぜひ明日もご視聴いただきたいと思います本日もご視聴ありがとうございましたそれではポチー 皆さん忍者会議お待ちしております。